くら調べてもアップデートの項目がない。このコンソールじゃないか。一旦帰ってユイに話を聞こう。ねえキリト、そのコンソールの場所私知ってる。フィリア、本当か？もちろん教えてくれるよな。うん。あいつが行ったのはここの地下、奥にダンジョンがあった。多分その先にあるはず。そんなところにダンジョンがあったのか。すぐに行こう。ダメ、キリト、ごめんなさい。入り口は封印されていて、全てのエリアを開放しないと開かない。私も後を追って入ろうとしたけど、メッセージが出て無理だった。先にボスを倒さないと。そうか、わかった。ボスを倒せばいいんだな。ありがとうフィリア、教えてくれて助かった。フィリア、どうした？ねえキリト、キリトと少し話したい。そうだな。ありがとう、こっちに座って。わかった。私、この世界に来てから自分が自分じゃない気がしてたんだ。私の中が空っぽな気がして、私はどこの誰なんだろうってね。だから生きることに必死だったのかな。フィリア、そんな時私はキリトと出会っちゃったんだ。キリトと初めて会った時、私キリトに攻撃しちゃったからびっくりしたよね。ああ、実を言うとかなり焦った。私あの時のごめんなさいもまだ言ってなかった。キリトと私って本当に最悪な出会いだったね。まあ、初めて出会った女の子に攻撃されるとは思わなかったよ。今更だけど本当あの時はごめん。いいよ、出会わなかったらこうやって話すこともなかったし。えへへ、ありがとう。キリトはさ、その後なんで私が一緒にそっちへ帰らなかったかわかる？うん、不安だったんだよね。自分自身のこともよくわからないのに、空っぽな私が帰ることはすっごい怖かった。でもそれからキリトと一緒に冒険していっぱい話をして、私の中の不安がなくなっていったんだ。すっごい楽しかった。
だけど謎のエリア、素性不明オレンジプレイヤー、普通なら怖がられて当たり前なのに。キリトはよく付き合ってくれたよね。俺は楽しかったよ、フィリアと一緒に冒険できて。キリトがいてくれたから私は人だって実感できた。温かさを感じられた。ねえ、なんでキリトは私のこと信じられるの？なんでって言われても、初めから言ってただろ、俺は人を見る目には自信があるって。でも私はそんなキリトを裏切って、しかもオレンジで、キリトと一緒にいる資格なんてない。本当なら絶対私を嫌いになるよ。そんなこと思うわけないじゃないか。俺はフィリアが好きだよ。好き？ああ、フィリアは俺にとって信頼できる大切な仲間だ。キリトはずるい、悔しい、バカ、アホ。いつの間にか俺が罵られてる。うん、キリトの言葉は空っぽだった私の隙間を埋める、あったかい気持ちのかけら。ホローフラグメントなんだね。え、なんだって？はあ、なあフィリア、ため息なんてつくなって。ここまで来たんだから一緒に最後まで行こうぜ。キリトのバカ。だからなんでバカって。なんでもない。さあキリト、行くわよ。おお、なんかわかんないけど急に元気になったな。でもその前にフィリア。何？オレンジの問題なんだけど、わかったんだ。え？フィリアは人を殺していないよ。もう一人のフィリアは AI、 つまりホローデータだったんだ。どういうこと？私がホローデータで向こうが本物かもしれないじゃない。もしそうだったら私は。あ、落ち着けフィリア、そんなことはないんだ。順に話すよ。まずフィリアがオレンジなのはシステムエラーだ。エラー？君がここに来たのは11月7日じゃないのか？確か11月、日にちもその頃だったと思うけど。やっぱりな。フィリア、通常ホローエリアには
プレイヤーは立ち入ることはできないんだ。それともう一つ、プレイヤーとホローデータは同時に存在することができない。万が一同時に存在してしまった場合は、ホローデータがシステムによって削除される仕組みになっている。でも、私は自分と。11月7日、75層のボス攻略の際に、アインクラッドに大きなエラーが生じたんだ。おそらくフィリアは、その時の影響で、ホローエリアに飛ばされたんだよ。そしてシステムが問題を感知して、ホローデータを削除する前に、フィリアは混乱して自分のホローデータを攻撃してしまった。予測外の出来事が重なった結果、システムはフィリアのデータにエラーが生じていると認識したんだ。それが、オレンジカーソルという形で現れたんだよ。本当なの？でも、私がプレイヤーだなんて確証は。大丈夫。確認した。俺の仲間に詳しいのがいるから。この目でログを見てきたんだ。フィリアが攻撃したのはホローデータだし、削除したのはシステムだった。つまり君は、誰も殺してなんかいないし、俺と同じプレイヤーだよ。じゃあ、私は。中央コンソールの場所さえ分かれば、エラーを解除してステータスも元に戻る。そうしたら転移も可能になる。一緒に戻ろう。キリト、本当にあなたは。バカでお人よしで向こう水だっけ。そう、でもあったかいやつ。怖かったキリト。私このまま一人で死んでいくのかと思った。もう大丈夫だキリト、本当にありがとう。それじゃあ、またね。キリト君。おかえりなさい、パパ。どうしたんですか、パパ。何かあったんですか。フィリアさんのこと。顔をしているの？何か心配事があるの？
アップデートによるデータの上書き。ゆいちゃん、そんなことは可能なの？団長はもういないのに、そんなことができるなんて。パパのお話を聞く限り、ないとは言い切れません。実際に、ホローエリアで審査されたデータが、アインクラッドに実装され、使用可能となっています。もちろん、必要以上のデータ改変がないよう、リミッターはあるはずですが、それが作動しない可能性があります。そして、推測ですが、このアップデートは実施されれば、かなり危険です。規模、データ量は全く異なりますが、ホローエリアは本来アインクラッドと対をなす未接続のミラーサーバーのようなものだと推測されます。このようなエリアはまだ点在すると思われますが、75層のクリア時にこのアインクラッドとホローエリアのみ接続され、開示された可能性が高いです。本来、ホローエリアのみに存在する AI データの ID が、アップデートの上書きによりメインとなってしまうようなことがあれば、ホローエリアで起きたことと逆の現象がアインクラッドで起こる可能性があります。そうです。おそらくプレイヤー ID が削除された上で、同じ ID のホローデータがアインクラッドに実装されます。プレイヤーが生存しているという情報は維持されるので、死亡扱いにはならないと思いますが。される最悪なケースとしては、こちらの状況の方が深刻です。先ほどにもあったように、 ID の重複チェックシステムの認識が逆に働いてしまい、それを修復しなければならないエラーとして認識してしまうケースです。本来アインクラッドにはホローデータが存在しません。アップデート終了後、カーディナルシステムが大量のエラー修復のため、プレイヤーのホローデータを作成し、上書きしてアインクラッドに実装してしまう可能性があります。でもこの状況下における最悪なケースです。実際にアップデートされるまで、この推測が正しいかお答えできません。パパ。ゆいちゃん、ありがとう。なら、私たちがやることは一つね。うん、絶対に。パパ、ママ、
人とも同じ顔してます。はい、すっごく頑張ろうっていうお顔です。うん、だって私はキリト君とユイちゃんと現実世界に帰るって決めてるから。そうね、みんなもうすぐ戻ってくると思うからメッセージを送って待ってましょう。はい。キリト君、みんな集まったよ。あんたがこうやって呼び出すということはかなりの大事件なのね。例のホロエリアについて。何が起きるの？アップデート？何ですか？何がアップデートされるのかな？確かにどこにいてもデータを上書きされたらおしまいね。ということは止める方法がキリト君には分かっているの？それならまだ可能性はあるのね。やるしかないわね。やらなければ終わりなんだから。うん、私にできることがあったら何でも言ってよ、キリト君。はい、オレンジギルドの人なんかに負けません。キリトさんがいればきっと大丈夫です。武器や防具はしっかりメンテしてよね。出かける前には必ずうちの店に顔を出すこと。それと他の人にはどうするの？そうね、ずっと気になってたんだけど、アスナはどこに行ったのよ。ずっと姿が見えないけど。ちょうどお話も終わった頃かな、キリト君。はい、皆さん、今日はママの作ったごちそうですよ。まったく、いきなり言われても食材揃えるのが大変なんだがな。ごめんなさい、ヤギルさん。俺はどっちかっていうと作戦会議に参加するべきだろ。仕方がないだろう。食材を集めるにも人が必要なんだ。
かげで美味しい料理ができたわ。ありがとうね。ああ、アズナさんに頼まれたら断れないからな。しかしいいのか、こんなにのんびりしてて。アインクラッド全体に影響を及ぼすデータの実装となれば、早くても数日の時間がかかると思います。そういうこと。だったら焦るよりもしっかり準備を整えないとね。というわけで、私とエギルさんが腕を振るいました。決起会ということで、今日はたくさん食べてね。おいしいですよ。うわぁ、すごいごちそうです。これはまた豪勢だね。お代は当然キリト持ちなんでしょうね。キリト君、ありがとう。いただきます。ああ、I can't stand the way you talk all high and mighty, Thunder Tits!